まあ、改めてこの試合なんですけども、立ち上がりは少し、町田ゼルビアが良くて、はい、5分過ぎぐらいから、そうですね、7、8分ぐらいからね、生まれる少し前ぐらいからですね、ベルディベースになり、はい、でその後、まあ、これはあのカウンター、完全にもうカウンターなんですが、はい、これはもう中島のいいプレーだったですね、ここね、そうですね、はい、まあ、しっかりためを作って、はい、まあ、失いかけたんですけど、そこに対してサポートがやはり後ろの選手たちがしっかり押し上げてきたので、はい、まあ、吉山選手も最後冷静にいいシュートを入れましたよね。でこの辺りのところは、まあ、町田の方もペースを取り戻して、これが後半なんですが、早々なんで、そうなんですね、これもまた今のうまいかわしからのね、森村選手、ここね、左足、これ得意ですよね、はい、こう相手が寄ってきたところに対して外す動きで、まあ、最後思い切り左足を逆サイドに振り抜く、まあ、素晴らしい得点でしたよね、はい、そしてもう一つ、やはり前の方からプレッシャーをかけて、これはまあ、取ってのショートカウンターではないんですが、はい、この入りが素晴らしかったですね、トラップからね、まあ、トラップ、ここで決まりましたよね、いや本当に素晴らしい、浮いてるし、速いボールでしたけれども、しっかりと左足のアウトサイドで次に打てるボール、あー、シュートを打てるところに対してボールをしっかり転がして、はい、こういうのを見てますと、立ち上がりの時にちょっとベルディが少し、はい、これはその後の中島が決めたシーンで、これは決定打になったシーンなんですけども、はい、浮き足立ってるってわけではないんですが、何かこうちょっとこうばらついてたというかね、そうですね、ベルディの方、まあ、町田の方もちょっとあったんですけども、はいはい、